宇喜多直家は、戦国時代の武将。美戦国の戦国大名。通称は、サブローエ文城、後泉守。官位は、十五石下。宇喜多家教の子、小西秀家など。室は、中山信政の娘。後に、高取氏あるいは、三浦氏の娘とされる園遊院。協力2年。 ウッキタ教科の子として生まれた。一説に備前国奥軍と与原荘にあったと石城で生まれたと、されるが、資料の裏付けはない。浦上村宗の廃止による混乱の中で、教録4年、祖父、吉家が暗殺され、ウッキタ氏の家督は山と守家に移り、直家は父、教科と共に、放浪の人生を送ったというが、教科も、下村氏との居酒屋で応死して没落していた。 村宗の後を継いだ、浦上正宗と備前を任されたその弟宗影は、三様に侵略を繰り返す甘氏への対応をめぐって、分離四国衆も二敗に分かれて対立したが、直家は天神山、城主、宗影に仕え、清州派への攻撃を繰り返して、頭角を表す。軍記物では、直家は、作望に長けており、祖父の復讐を果たすために、 島村正美を暗殺したのをはじめ、衆都である中山信正や龍の口上主、長元常を殺害したというが、多くは事実と離れた説話である。いずれにせよ、直家は、浦上宗影の直接の家臣というより、三家の国衆として、勢力を拡大、その従属的同盟者となって、清州派を制圧し、山和守家も打倒して、浮っきの家督を奪回した。 A69 年2月、直家は、三正家国へ進出した、備中国の三村家近を、顔見知りの阿波細川氏の老人、遠藤兄弟を起用して、鉄砲で暗殺した。A60 年7月、直家は、秋吉寺合戦により、それまで備前西部に進出していた、備中勢の駆逐に、ほぼを成功する。その後も、隕石関係にあった、神奈川城主の松田元樹、 元か親子、さらに、岡山城主、金光隆志高などを没落させ、その所領を自己の治療とするなど勢力を拡大し、浦上家で随一の実力者となった。A62 年、直家は、織田信長や、西張間の赤松正秀と結び、主君、浦上宗影を倒すべく、反旗を翻す。しかしながら、赤松正秀が、青山、土木山の戦いで、 黒田職、高志、吉高親子に敗北し、信長から派遣された池田勝正、別所安次なども、織田軍の越前国侵攻のために戻されると、逆に胸影は弱った赤松正秀の辰野城を攻め、降伏させてしまう。これによって、一切の味方がいなくなった直江は、完全に孤立したため、独力での交戦は、不可能と判断し、胸影への降伏を余儀なくされた。 この時は、特別に除名され、帰算を許されている。天正2年、直家は再び胸陰からの独立を狙うにあたって、まず、小寺氏預かりとなっていた、胸陰の兄、浦上正宗の孫、九正丸の存在に目をつけ、小寺聖職に九正丸の備前入りを打診し、許可を得るとこれを擁立し、胸陰に対して、反旗を翻す。 今回は九正丸の擁立と直青への事前の調略により、見まさや備前国内での胸影配下の諸子の離反が相次ぎ、さらに胸影と犬遠の中であった秋国の毛利氏と結び、軍事面での不利を覆す。天正三年、毛利氏による三村氏攻撃にも加勢するなど、共同体制を取った。同年9月、胸影の復診であった赤し幸雄ら重臣たちも内容させて、 胸影を、針馬国へ退け、備前国のみならず、備中国の一部、三正加国の一部にまで支配域を拡大した。しかしながら、胸影追放後も依然として、備前国内には、旧浦上家臣の勢力が残っており、また、胸影や一門の浦上秀宗なども針馬国から、これらと、密かに連絡を取り合い、たびたび微前に潜伏する旧浦上家臣の先導した。 小規模な放棄に悩まされることとなる。この状況は、天正6年12月の浦上残党が一斉放棄し、甲島を占拠するという事件まで続くこととなる。浦上宗影、秀宗らが首謀者となったこの武装放棄は一時期、天神山城を奪うなど勢いを見せ、鎮圧には数ヶ月を要した。しかし、これを機に、美戦国や張馬国に潜んでいた、旧、 呂上の勢力を、領内から放築。さらに、胸影を援助していた、三作修山上主の星か光重を打ち、胸影の領主復帰の野望を打ち砕きついに、浮田家の領内での安定した支配意見が確立されることになった。やがて、織田信長の命を受けた、橋場秀吉が、中国路方面に進出してくると、これに対抗し、天正七年五月には信長に内容したとして、 東美マ・ミの後藤正元などを滅ぼしたものの、6月前後に、直江自身も、毛利氏と手を切って、信長に侵入する。以降、美マサカ、備前各地を転戦して、毛利氏と合戦を繰り返した。天正9年2月14日、直江は、毛利氏との戦いの最中、岡山城で病死した。死因は、シリワスという出血を伴う惑星の使用であったという。 その死はしばらく隠されていたため、天正10年1月9日が公式な記述とされている。戒名は両国生徒も、小佐船、丘、戸川の3人は、浮っきた三郎と称される。ありがとうございます。